来たか。一つ相談がある。以前偉人の館に焼き打ちをかけた時に医者を怒らせたのを覚えているか。ああ、その通りだ。あれ以来いろいろと考えていた。あの女の医者に言われたことをな。やはり私は恫喝をもって日の本に開国を強いた偉人を許せない。また攘夷の実行は松陰先生のご意志でもある。だがもし医者であった父が生きていれば、彼女のように偉人だろうと分け隔てなく助けただろうと思ったのだ。彼女は神田の医学所のものだし、一言謝りに行こうと考えている。お前も一緒にどうだ。悪い、一人ではどうしても気まずくてな。何か用？あなたに一言謝っておこうと思ってな。すまない、偉人の館の襲撃ではやりすぎてしまった。謝られてもそう簡単には許せない。死んだ人たちが帰ってくるわけでもないもの。先生、少し出かけてくる。部下から連絡があったんだ。この近くで我がイギリスの商人が日本人と揉めているらしい。まだ休んでいなきゃダメ。あなたは全身あちこち怪我しているんですよ。行ってどうするつもり？正直それでことが収まるとは思えないけれど。これは俺の仕事だ。時が惜しい。いいからもう放っておいてくれ。待ってください。なんだ、来たのか。どうもうちの商人が馬に乗ったまま大名行列に紛れ込んだらしい。待て、それは商人に非があるぞ。なら口で言えば事足りることだろう。剣を持った大勢で取り囲むのが日本のやり方か。おそらく行列は殺気立っている。せめてこの人だけは死なせるようにせねば。なぜ殺した？ふざけるな！なぜ貴公がここにいる？大久保さんの知り合いか。状況を説明してもらえるか。確かに俺は薩摩の行列にいたけど、今まで大久保さんを呼びに行ってたんだよ。やはりそうか。貴公がいてなぜ止めなかった？血の剣岡野が先走ったとじゃ。偉人に非があったのは聞いた。だがむやみに切ることもない。特に先ほどの商人はもう手向かう意思などなかっただろう。長州の久坂玄瑞だな。以前青鬼が襲来した際加勢してくれたのは礼を言うが、今回のことは薩摩とイギリスの問題、首を突っ込むのはやめてもらおう。
あいつら薩摩の行列を妨げたんだ。無礼打ちされても無理のない状況だったぜ。そういうよりうちん仲間を切ったんはおはんらかよ。苗ごてイギリスに肩入れしちょっか知らんが、冗談じゃすまんど。その件は申し訳ない。この通りだ。後日長州から正式に詫びを入れさせてくれ。このまま行かせるとでも。彼の気持ち失敗だ。早く神田の医学校へ戻さねば。行かせねえよ。同じと切られろ。彼なら無事に帰ってきました。あなたたちのおかげだそうですね。ありがとう。お前に礼を言わねばな。
お前の方からそう言われる日が来るとは。お前が一緒でなければ素直に彼女へ謝罪できなかっただろう。あのイギリス人も薩摩に切られていたやもな。不思議だな、お前と一緒にいるとなぜか勇気が湧き出るようだ。他の同士といる時とはまた違う。私はこれからも上位の志は捨てないけれど、思い返せば松陰先生もただ偉人を切れなどとは言わなかった。ましてや日の本の民に歩み寄ってくれた偉人を傷つけるなど恥ずべき行いだ。私は家族の名を汚さぬ誠の道を歩みたい。あ、お前がいれば百人力だ。同志として共に歩んでくれると助かる。末永くよろしくな。奴は打ち首に処す。お奉行様からの通達だ。父さんはもうすぐ釈放されるって話だったのに、何かの間違いでしょ。ちゃんと確認してよ。仮に間違いでも、もはや確かめる暇間などないわ。予定通り刑は執り行う。分かったら帰れ帰れ。おお、おまんも来てくれたんかい。勝さんから奈良崎少作に会うよう言われたんじゃ。コロリの直し方を知っちょるかもしれん先生じゃき。けんど来てみたら打ち首になるっちゅう話で。そんなことは勝さんから一言も聞いちょらん。妙じゃろ。さっきのは先生の娘さんじゃ。ちっくと様子を見てくるかい。
あの娘、塀を乗り越えるつもりじゃないかい。何を考えちょるんじゃ。中へ乗り込んで父さんを逃がす。無茶はやめんかい。おまんはおとなしく待っちょれ。先生のことはわしとこいつで何とかするき。分かっちょるな。牢屋敷へ忍び込むぜよ。おまんが来てくれたきどうとでもなるじゃろ。いろいろ考えたんじゃが、この辺りでわざと騒ぎを起こして捕獲されるち言うんはどうかい。ほいたらとりあえず牢へぶち込んでおこうとなるはずじゃき。なかなかの妙案じゃろ。よし、追っ始めるぜよ。すぐにでも投獄されると考えちょけ。準備はええかい。行くぜよ。ほいたら、さっきのお役人のところへ戻るぜよ。牢屋敷の真ん前で騒げば、すぐ牢へ入れるじゃろう。いや、またお前たちか。なんだ、覚悟しろ。くそ者め。通りじゃのう。あとは出るだけじゃ。何でもするからもう勘弁してくれ。預かっていた荷物は返す。牢からも出してやる。それでいいだろうな。あの偏屈な医者のことか。奥の屋敷へ連れて行かれたが詳しくは分からねえ。もういいだろう、行ってくれ。腕が鳴るわい。
なんだろう、消えるってやつが。まさか俺を助けに。
ありがてえ。奴らに痛めつけられてボロボロなんだ。じっくり選んでくださいよ。どうぞごひいき。誰かおるのか。貴様、そこで何をしている。刑が待ってる。ここで始末してやる。奈良崎小作じゃな。チック道を待っちょってくれ。鍵はあったかかい。なんちゅう度胸の女じゃ。無茶しよって。お涼、何を考えとるんじゃ。礼は言っておく。で、何が望みだ。ただの善意で助けたわけではなかろう。こんな目に遭わされて幕府に協力しろと。仕方がない。あくまでコロリの患者のためだからな。コロリ治療ということは神田の医学書か。早めに顔を出さんとうるさそうだ。失礼する。お前、お領地言うたかい。わしは坂本龍馬、同じ領じゃ。これも何かの縁じゃち思わんかい。また会えるかの。どうかな。会ってあげてもいいよ。
した。さっき、楢崎先生が来ました。あなたが助けてくれたそうですね。ありがとう。いろいろ骨を折ってもらってごめんなさい。私からも何かお返しをしないとね。もちろん。同僚もきっとそろそろ戻ってくる。医学書の力を結集すれば必ず成果は出るはずです。楢崎先生にも貴重なお話を聞けました。コロリの治療にはレモン汁が役立つらしいんです。レモンはまだ日の本へ入ってきていないと思うけれど、父の友人のフォーチュンさんならどうにかできるはず。私はこの後あの方のいる小石川植物園に行ってみます。もし興味があれば、あなたも来てちょうだい。大したもんじゃないが、受け取ってくれ。
どうも。ああ、来てくれましたね。さっきアメリカの兵らしき人たちがずかずかと植物園へ入っていきました。どうにも様子がおかしい。フォーチュンさんが心配です。お願い、中の様子を確かめてきて。レモンは西洋の果物です。楢崎先生によると、レモン汁と水、砂糖、塩を合わせると特別な飲み物ができる。コロリの患者が死ぬのは体の中にある水を多く失ってしまうから。それを防ぐための飲み物だということです。飲ませれば患者の何割かは助けられるはず。
私の父、シーボルトの友人です。イギリス人ですが、諸国を回って植物を収集しています。今はちょうど日の元へ来ていて、この植物園に滞在していたのだけれど。ありがとう。どうかよろしく頼みます。
ゆっくり選んでくださいよ。どうぞごひいきに。どこまで知られたか。
体に効くしかあるまい。邪魔をするな。次はあっちの男の番。どこまで知られたか。体に効くしかありません。邪魔をするな。死ぬわけにはいかない。君はあちらで話そうか。君があの女を追い払ってくれたんだね。心から礼を言うよ。それが私にもよくわからないんだ。希少な植物を奪いに来た賊だろうか。私はロバート・フォーチュンという。何かお礼をしなければ私の気が済まない。どうだろう。君が言うならそうしよう。実際には何をすればいいんだい。君は彼女の知り合いか。必要なだけ進呈しよう。レモンなら解決病の予防のため樹木を育てているんだ。後で箱に詰めて彼女の元へ送っておくよ。それで足りないようならまた知らせてくれ。ところで、私は古今東西の植物を収集している。君の方でも気になる植物を見つけたら持ってきてくれないか。鑑定したり増やしたりいろいろ役に立てると思うからね。
どう？フォーチュンさんは大丈夫だった？よかった。そういえばレモンのことも聞けた？ああ、万事うまくいったということですね。これでコロリの患者のための飲み物も作れる。すべてあなたのおかげです。本当にありがとう。患者さんのためまたあなたの手を借りることがあるかも。その時はどうかよろしくね。